おはようございます、ももチャンネルです。今日はプリンスメロンのプランター栽培についてお話したいと思います。プリンスメロンは光を好み、朝から夕方までできれば日が当たった方がいいです。プランター栽培ですので、ベランダや駐車場、カーポートなどで育てることができます。それでは植え付けていきたいと思います。よいしょ。それでは植え付けていきたいと思います。使う鉢は15鉢になります。今回もできるだけ培養土の面積を多くしたいので、底土はいりません。メロン類の定植時期なんですけれども、これは晴れてる日の午前中にやってください。そのぐらい神経を使う方もいらっしゃいます。そしてメロンの葉っぱは特殊で、水に濡れてもすぐ乾くことができません。そのため非常にうどんこ病とか病気がつきやすくなります。ですからお水をあげるときは葉に水はかけないでください。株元に相当水をあげてください。植える深さですけれども、ポットの土の高さと植える土の高さは同じにしてください。はい、それでは支柱を立てます。風で振られる時がありますので、風の強い日や天気の悪い日は車庫の下でしたり、風よけのあるところに移動した方がいいと思います。そして、実のならせ方なんですけれども、本葉ですね、本葉5、6枚数えます。1、2、3、4、5、6、これが大きくなった頃摘心してください。そして子づるを3本ぐらい出させます。やはり子づるに1つか1かですね、それ以上ならせると味が薄くなってしまうと思います。そしてですね、受粉なんですけれども、午前中に雄花を取って雌しべに受粉した方がいいと思います。その方が確実ですね。そして交配日もできればメモしていただいて、交配してから30日から40日の間で収穫適期になると思います。香りを若干香りがしてくると思いますけれども、収穫の目安は立つと思います。以上でプリンスメロンプランター栽培行燈仕立てをお話ししました。ご視聴ありがとうございました。